ヘンリー・ライダー・ハガード。サー・ヘンリー・ライダー・ハガード。サー・ヘンリー・ライダー・ハガード。1856年6月22日から1925年5月14日。は、イギリスのファンタジー作家、冒険小説家。暗黒大陸と呼ばれた時代のアフリカなど、人赤未踏の秘境を舞台とした、秘境体験小説を主に表した。代表的な作品に、ソロモン号の洞窟やその続編群。 アライクオーターメインもの、洞窟の女王、女王の復活の C シリーズがある。競技は、ハッカードとも。1856年、ノーフォークの冬な地主の家に生まれる。心霊学に凝っていた両親に連れられて、よく心霊実験の集会に出かけて、超自然的な現象を見せられて、異常なほどの興味を示す。学業不振のために、その階級の息子が辿るべき。 エリートコースに乗れなかったハガードは1875年の19歳の時、父の命令でナタール総督の秘書として南アフリカへ渡し、当時植民地化を進めるイギリス、オランダ系白人のボーア人、戦獣のズールー族などの戦乱の最中にあったアフリカでの仕事は命がけで、その戦いなどを見分したことは後の創作に大きな響きを与えた。 このアフリカ生活の中で、熱心に土地の言葉を習い、好んで、奥地の呪楽へ出かけて、彼らと企業を共にし、その歴史、風俗、習慣、伝説、公費、迷信などを、つぶさに研究し、アフリカを舞台とした小説を書く野心を持つ。1877年には、トランスバール高等法院に移って役職に就く。 1880年、イギリスに帰りマリアナ・マージストンと結婚、夫人と協力して、ダチョウの飼育場を経営し、カターラ農政研究に打ち込んだ。この方面の著作として、田園英国ルーラルイングランド、1902年、ヒンミート、土地ザ、プアザランド、1905年がある。これらの功績が評価されて、後に英国政府からナイトに叙勲された。 1884年、ロンドンで弁護士事務所を開き、弁護士として働きながら、創作を始めるが、この方面の仕事には、あまり熱心になれず、同年、諸女作、夜明けどうも発表する。これはイギリスが舞台の普通小説で、あまり評判にはならなかった。なお、夫人との間には四字を設けている。1885年、読書会の話題となっていた。 スティーブンソンの宝島に対抗意識を燃やしてわずか六週間で書いたソロモン王の洞窟キング・ソロモンエスマインズが出版と同時に宝島以上の評判となり売り上げでもそれをしのぐ結果となったこの小説の成功によりハガードは作品の題材を探るべく世界各地を訪れるアイルランドなど北欧エジプトイスラエルメキシコ インカ帝国などで、それらを舞台とした、卑怯冒険小説を次々と発表し、新作が出るたびに読者に好評を持って迎え入れられる。その間、失業者最古用委員会の委員長就任、農業改良運動家、社会活動家としての名声も高まった。しかし晩年は、ハガード流の冒険小説も飽きられ、作品にアラン・クオーターメン。 ソロモンの洞窟の主人公で、以後16編に登場している。脳名が出ないと採用されない状態にもなる。脳性問題での活動にも疲れ、作家としても一時の流星から遠のき、ハンモトロングマンズグリーン社創立200年式典で、作家代表として祝辞を述べた後、倒れ1925年によう去った。68歳没。 ハガードの秘境体験小説は皇族のファンタジー作家に多大な影響を与えた。今では全く帰り見られない夜明けをはじめとする現代小説は完成させるのに数ヶ月も遂行を重ねるのが普通で赤、評判となった秘境小説の大半は数週間という驚異的な速度で書かれたものが多い。洞窟の女王を執筆するとき、ハガードは 副案も下書きも何一つ用意せず、六週間で書き上げたとのことである。そのハガードに高い評価を与えたのは、文豪ヘンリー・ミラーで、その著、我が読書において、最も親近性のある尊敬すべき作家と評している。さらに、迷宮の作家たちという評論でも、ハガードについて一章を抑えて論じており、洞窟の女王を、共担すべき書と絶賛している。また、シャーロック・ホームズの作者、 アーサー・コナン・ドイルも空想やスケールの点ではハガードに及ばぬかもしれないが作品の質と思想の面白さにおいてはハガードをしのぎたい。とまで言わせるほどハガード作品は当時の人々に熱狂的に迎えられた。ハガードの作った二大キャラクターは探検家アラン・クォーターメント不死の女王アッシャである。二人の女王では死なせてしまったアラン・クォーターメントに読者の抗議が殺到し、 その要望に応えるために改装という形をとって復活させたりしている。なお、アラン・クォーターメンの名は、幼少のオリブ・ランドナムの領地に暮らしていた木のいい、農夫一家の中から取ったものだいうことである。ハガードファンが最も愛好する作品が、アッシャが初登場した洞窟の女王であるが、二度目に登場するのは、女王の復活愛者、ザリターン・オブ・シーで、 18年後の執筆であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。